様、できればスバローグを怒らせないでくださいね。安心してクラーラちゃん、うちらはちゃんと合理的に話すから。話し合いはあんたたちに任せるわね。私はそういうの苦手なの。ロボットと話し合うなんて初めての経験。準備はいいか？ただいま、スバローグ。集落のエネルギー供給システムが復旧したようだ。感謝する、クラーラ。だが、なぜこの者たちを連れてきた？スバローグ、この人たちは上層部のことについて相談したいんだって。分析開始。分析結果、対象は遅延に属さない。背景不明。分類情報なし。クラーラの紹介に免じて発言の機会を一度与える。ねえ、話し合いに応じてくれるみたい。ほら、あんたの巧みな話術の出番だよ。必要な論理が欠けている。回答不可。本題に入ろう。この世界の貴重な時間を無駄にするな。あんたの発言を全部突っぱねたよ、こいつ。自分の足を自分で引っ張るな。俺たちが計算上の変数であることを納得させるんだ。正確。データベース検索。アクセスブロック。無許可で正確について話すこと禁止。あなたたちは世界の封印された秘密に触れた。この秘密を知っている人はいない。目標状況の再評価。脅威指数上昇。真の目的を告げよ。やはり彼は性格を知っている。だがこの話題は危険だ。ここまで来て隠す必要があるわけ？こいつにはっきり言いなさいよ。全てはこの瞬間にかかってるのよ。記録の中で、人類は性格との接触を何度も試みている。彼らは必ず人間の私欲のためにその物質を使おうとした。検証者命令。性格に接触しようとすれば深刻な結果を招くことになる。再評価。目標脅威指数最高に到達。どうしよう、なんかまずくない？あなたたちが例外である根拠はない。元来の計算結果を維持。
平和維持プロトコルの一時解除、殲滅プロトコルの開始を申請。殲滅って文字通りの意味？交渉決裂だ。美月、戦闘に備えろ。スバローグ、やめて。クラーラ、ここを離れろ。クラーラ、危ない。どこかに隠れてる。結局はこうなるのね。プロトキ3号、監督ロボット、スバローグ。殲滅プロトコル申請状態、通過済み。殲滅を許可。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。あたしを頼れば心配ない。ドスクロノフック様のご登場だ。どけどけーバーン。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。よくやった。全ては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。システム事故。下手に動くな。はっ、せい、はっ。眠るといいわ。ヘイ、出よ。礼儀のなってないお客さんね。ラッキースターは誰かな。限界値超過。お医者さんがいないと安心して戦えないでしょ。みんな戦闘に専念してちょうだい。私がすぐ後ろにいるから。ナータ、どうしてここに。何を言っても無駄な気がしたので奥の手を用意しておいたのです。散歩、やっぱりあんたが。支援武装員の侵入を多数確認。状態計算中。すべて危険度高。全員殲滅する。討伐開始。あたしを頼れば心配ない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ。全ては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。計算中。下手に動くな。星の祝福をあなたに。悪者、名を名乗れ。行くよ。バイバーイ。手の施しようがないわね。命の重みを味わいなさい。争いに意味はない。はっ、せい、はっ。避けてね。
応援部検索完了。点数評価中。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。気をつけるわ。重傷ね。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、聴無一角。ふっはっ。誘った覚えはないけど。ラッキースターは誰かな。全ては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。お注射の時間よ。よくやった。殲滅しっかり。システム実行。来ないで。せいはっはっ。いたずらしちゃうよ。思いもしなかった。あたしを頼れば心配ない。ドスクロノフック様のご登場だ。どけどけバーン。はい。システム再起動中。再起動成功。変数切り替え。変数1クラーラの願い。変数2外から来た者の動機。評価結果更新。決定権を部外者に移行。性格関連情報へのアクセスを可能にする。これって成功したってことかな。クラーラがいてよかった。スバローグの氷のようなロジックは彼女だけに対して寛容なようだ。彼のメモリーに性格に関するデータが残っているといいんだが。
これで終わりなの、ナタ。私たち遅延、それから仮装部は勝ったの？違うわ、ツール。私たち、そして彼らの戦いは始まったばかりよ。時が来た。どうしたのよ、緊張してるの？緊張というよりはなんだか胸がひどく痛い気がする。真実を明らかにして、そばで聞いてるから。性格に関するデータと音声記録の整理終了。すぐにへ。データベース呼び出し要求。ナンバー13175。暗号化レベル最高。
データ呼び出し完了。再生開始。目の前にあるのが長年の研究成果でございます、守護者様。証拠から見て、いわゆる性格が全ての災いの根源だと確定しています。このような結果を国民が受け入れることは難しい、博士。偉大なるアリサランドこそがこれを起動させ、この世界を寒波で覆った張本人だと知られたら。真実は、守護者様、真実は大勢の人の考えで変わるものではありません。あなた様の目の前にある研究報告は、ベロブルグの最も優れた学者たちの努力の結晶であり、その権威を信じなければなりません。博士、私はあなたを疑ったことはない。むしろあなたたちが得た結果を深く信じている。この地位についた瞬間から、あの声、彼らの声が脳裏にこびりついて離れないのだ。あなたに言うべきではなかったな。研究の話に戻ろう。博士、これらの研究を人々に公開することは私には不可能だ。もしくは。もしくは。もしくは何です？おっしゃってください。もしくは、あなたたちが性格を完全に破壊する方法を見つけない限りは無理だ。わかりました。孫悟の名のもとに必ず使命を全うします。13175、再生完了。続いてデータナンバー24830。わかりません、博士。なぜ貴重な研究成果を隠すのです？あれはあなたが心血を注いだものなのに。私たちよりずっと深く考えておられる。全ての選択はベロブルグの安寧のためだ。私はただ残念です。私たちの研究が停滞し、あなたの成果が闇に葬られることになったのですよ。残念に思う必要はない。君にはまだ時間がある。いつか君が性格を破壊する方法を見つけたら、私たちの努力は無駄にならない。24830、再生完了。続いてデータナンバー57614。なぜ、どうしてここにロボットがいるのだ？
アシャイマー博士が生前に利用していた個人的な護衛ロボットです。プロトキが対戦時から今まで残っていたのでしょう。博士と彼の助手が死んでから手つかずのままここにあるようです。ほう、なるほど。捜索を始めろ。必ず博士の研究成果を全て見つけるんだ。見つけました。守護者様、全ての文献がここにあります。うん、いいだろう。切り上げるとしよう。守護者様、このロボットどうなさるおつもりですか？ああ、壊すにはもったいない。システムをリセットして下層部に置いてこい。開拓団が自衛機能を持つロボットを必要としているらしい。はい、承知しました。ごめんなさい、博士。でもこの成果は幻想者の管理下になければならない。必ず誰かがあなたの意志を継いでくれる。5、7、6、1、4、再生完了。データ開示終了。これで真実が明らかになったんだよね。断片的でさまつなことは省いて、結論から言うと、この世界のトップに立つ人々、それから守護者自身も、性格が最悪の元凶であることをずっと前から知っていたということだ。だが都市の安定のために彼らは真実を隠すことを選択した。そして性格を破壊する秘密の研究は失敗に終わった。今残る疑問は一つだけだな。なぜカカリアは急に考えを変えたのか。ブローニャ、大丈夫？大丈夫、ただ少しクラクラするだけ。お母様、どうして？いや、きっと知らなかったのかも。だって自分を騙すのは終わりよ、ブローニャ。選択する時が来たの。こっちで話できるかしら。この情報を消化するのに時間が必要なのはわかるけど、次の計画を早く決めなければならないわ。スバローグ、大丈夫？まずは言語モジュールを直すね。評価中。言語モジュール正常に機能。感謝する、クラーラ。記憶モジュールは大丈夫？クラーラ、できることは何でもするよ。記憶モジュール、検索開始。幻想者機械時代の記録、問題なし。防衛戦争時代の戦闘データ、問題なし。地髄開拓団時代の記録、問題なし。クラーラが自流ミニボーリングを作成した記録、問題なし。クラーラが人間の寝坊という行為について説明する記録、
問題なし。記憶モジュールは大丈夫みたいだね。クラーラに関する記録はバックアップを作ってある。心配する必要はない。寝坊に関する記憶もバックアップを複数準備済み。いつでも呼び出せる。スバローグ、少しだけ削除していいかな。執行不可。クラーラに関する記憶は重要なデータであり、完全に保存する必要がある。私にとってこれは家族との記憶である。クラーラ、わかったよ。スバローグ、他のモジュールも確認したいから後ろを向いてくれる？スバローグ、大丈夫？評価。記憶モジュールは記憶も変装者機。クラーラが、クラーラに寝坊。バックアップ。スバロ、執行。私にとクラスバローグ、太陽が昇っている時、守護者は輝く恒星のように民の道を照らす必要がある。日が沈んだ後、守護者は暖かな焚き火のように民の心を慰める必要がある。私が長年従ってきたことは全て嘘だったの。誰かに相談すべきよ。いつまでも辛気臭い顔をするのはやめて。他人と気持ちを共有できないわけでもないのに、何を拗ねているわけ？自分は地位が高いし、人前で弱みを見せたくないとか思って悩みを内に秘めているのかしら。ここは上層部じゃない。企みとか規則はないわ。どんな悩みでも大声で言えばいい。私は先に頭の中で整理したかっただけ。歴史の断片、私が学んだこと、それが今頭の中でごちゃごちゃになっているの。私今何を信じればいいのかわからない。違う。あんたは何をすべきかもう理解しているわ。あんたはずっと嘘の中で生きてきたわ、ブローニャ。今こそその檻を破るチャンスよ。どうですか？今胸にあるのは勝利の快感、それとも九死に一生を得た喜びでしょうか？この三歩への感謝の気持ちは必要ありませんよ。僕たちの仲じゃないですか。報酬を支払ってくれればね。皆さんがトラブルに巻き込まれるのは分かっていたので、早めにオレグさんに応援を頼んだのです。賢いと思いませんか？僕の任務はスバローグのアジトまで連れて行くでしたから、任務を果たした後何をしようと僕の勝手ですよ。僕は追加サービスを提供したまで。僕たちの中でなければ追加料金が必要でした。もう一つアドバイスを。
リスクの高い取引をするとき、賢い商人は予備プランを用意する。予備プランの予備プランもです。なんと、それは大きな誤解ですよ。僕はただ他人が戦っているのを見るのが大好きなんです。人の争いほど面白いことはありませんよ。皆さんがトラブルに、お褒めに預かり光栄です。友人は互いに手伝う、それが商売繁盛の秘訣ですからね。もう一つアドバイス。そんな歯の浮く言葉は必要ありません。僕みたいな商人は感謝の言葉が一番嫌いです。全部感情抜きの商売ですから。冗談ですよ。この散歩、いつでも喜んでお手伝いしますよ。露心、地上に続く道は今目と鼻の先にあるわ。のおかげで仮想部に新たな希望が芽生えた。今はこの希望の光が生き延びる機会につながるのを願うのみよ。ごめんなさい、ずっと隠していたことがあるの。遅延のボスとして君たちが仮想部のために戦っているのを黙って見ているなんてできなかったの。え？つまり医者のナターシャが遅延のボスだったってこと？じゃあオレグさんは？オレグ、彼には長い間私の代理として仮想部の表面的なことを処理してもらっていたの。彼の勤勉さのおかげで仮想部の人々の生活を改善する時間が生まれ、人々をなるべく路上で飢えさせないようにすることができた。一方で私はスバローグに対して反乱の計画を立てていたの。君たちが現れたことで私がずっと温めてきた計画も必要なくなったわ。本当にありがとう。思想ではなく行動を評価するということかしら。仮想部が再び自由になれば、人々は君たちを英雄のように称えるでしょうね。でもスバローグが炉心の封鎖を解いたとはいえ、地下の人たちはまだ上層部に突入することはできない。あの冷酷な大守護者は嘘と策略で上と下を分けた。もし地下の変化を知ったら何をしでかすかわからないわ。知恵には勢力を養い力を蓄える時間がもっと必要よ。もちろんそれはよくわかっているわ。だから私の最も信頼する人を君たちに同行させるわ。ゼル、君たちの前では態度に出してないのかしら。彼女は一緒に行動したいと私に強く願う姿を見せてくれたわ。ゼーレは普段は無頓着に見えるけど、彼女の心の中には鏡があって、全ての善悪をよく理解している。
それに偵察が得意で、頭の回転が速く決断力もある。きっと力になるわ。加えて君たちにはブローニャもいるでしょ。スワローグから得た情報は彼女にとって大きな衝撃だったようね。でもゼーレがそばにいるから必ず立ち直るはずよ。そうだ、君たちずっと休んでいないわよね。リベットタウンから帰ってきてスワローグに会うため奔走してたし、ずっと忙しかったんじゃない？体は革命の資本よ。ここで体調を壊したら元も子もないわ。スワローグと炉心は遅延に任せて、君たちは戻ってよく休みなさい。運が味方をしてくれれば明日には上層部に行けるわ。今のうちに休んでおきなさい。地上の冒険は厳しいものになるわ。そう驚かないで。ボスといってもみんなに案を提供しているだけよ。リベットタウンを覚えてる？烈海側の町を侵食し始めた時、私たちは何の備えもなく、家を守る術を持っていなかった。ボルダータウンに逃げてきてから決めたの。同じ悲劇は繰り返さないとね。だからオレグたちを集めて初期の遅延を設立した。それから遅延の規模はどんどん大きくなったわ。正直なところ、こんな日が来るとは思っていなかったけどね。何を言ってるの？あれも私よ。患者を前にした時の私の別の一面ってところね。身分とは仮面のようなものなの。人は自分の身分を変える時、世間に見せるイメージも変えるわ。胸に秘められた思いは変わらない。状況が完全に安定するまで軽率な行動はせず、機が熟すのを待つわ。10年以上にわたる封鎖は下層部に壊滅的な打撃を与えた。炉心の封鎖は解放されたけど、まずは必要な資源を補充し、みんなに一息ついてもらうことが先決よ。自衛は決して野心的な組織ではなく、全ての地下の人々のためにあるわ。通路の解放はあくまで手段であり、それ自体が目的ではないもの。彼らには何もしないわ。スバローグは確かに炉心を封鎖していたけど、彼は常に流浪者に避難所を与えている。それは正しい行為だもの。庇護を必要とする帰る場所のない人が地下には数多くいるわ。でもひとたび拠り所を失えば、彼らは生き残るためにどんなことでもする。スワローグが元に戻るまで、この人たちの世話は遅延が引き受けるつもりよ。ここでのことは一段落したから、
今のうちに休むのよ。どうですか、今胸にあるのこの三歩への感謝。ボス？ええ、もちろんです。これまで遅延がしてきたことをあの熱血な田舎者たちだけで成し遂げることができたと思いますか？オレグさんがダメなわけじゃありませんよ。彼は汚れ仕事をこなすのが上手です。ただ遅延にはナターシャみたいな裏で暗躍する黒ボスが必要ですそんな歯の浮く言葉は必要あります。冗談で。太陽が昇っている時日が沈んだ。あんたはいつまでも新自分はチン、ここは上手。私は違う。あんたはずっと。スバローグ大丈夫？評価中。記憶も変装者機か。クラーラがクラーラに寝坊。バックアップを。スバローグ執行。私にとクラーラ、スバローグ、場所の医療物資が急に増えてたな。誰が持ってきたんだ？多分クラーラだろ。こんな親切なことをする人他にいないさ。クラーラって、そいつも流浪者なのか？あの子と俺たちじゃ比べ物にならない。なんせ彼女はスバローグさんの信頼する家族だからな。ロボットの家族？もう少しここにいればわかるさ。聞いたか？あのバカどもが言った。おい、いつも事実だ。動くな、すぐに直してやる。私は機械の墓地に行く旧式だ。部品はお金にならない。な、何を言ってるんだ。お前の部品を売り飛ばすつもりはない。いやいや、それ機械を。はい、本当に超小型ナリフ。はい、
太陽が昇っていると日が沈む。あんたはいつまでも新規。自分は地位がここは上。私は違う。あんたはずっと。均衡、宇宙の均衡は保たれるべき。均衡の仲裁官より汝に試練を与える。諸界の平衡を保つため、汝の力を示せ。そして我らは仲裁する。強き者にはさらなる挑戦を、弱き者には生き延びる機会を。試練を乗り越えられたら、天秤を揺るがすほどの力が汝にあるという証拠だ。諸界はそれによって改変され、均衡を保つ。
何時は直面するだろう。より強大な敵に、より難解な謎に、そしてより手厚い報奨に。金庫、何時はまた試練に遭遇するだろう。これは汝の選択だが、均衡は保たれるべき。汝はより多くのものを手に入れる。物質、精神、加算、不加算、汝の利益はその力に相応する。そうして均衡が保たれる。金庫、初回はこれより変化を迎える。今日は何を観察しようかな。おお、ほう。